屋敷に行くわよ。依頼は来てるかしら。支度しないとね。私に任せてください。当然だ、私が行くわ。しようかしら。ヘドセト教に入りましたわ。あ、これは戦った後ですわね。スチームレギオンでしょうか。いや、近くに妖怪の気配を感じる。妖怪と忍びじゃないか。妖怪ならどこにでもいるわ。ましてやこんな人気のない峡谷なら当然よ。ええ、結構いそうですよ。みんな気をつけて。それならここから変身して峡谷を抜けましょう。みんな遅れるんじゃないわよ。分かってるって。ダンジョン前では必ず変身しなきゃいけないからね。
しまずいわね。上から人が、忍びの女の子が滝壺に飛び込みました。妙にゆっくりじゃなかった？何かの忍術かしらね。そんなことも知らないの？あれはスローモーション効果ね。妖怪に追われ滝壺に飛び込む忍者らしい燃える展開、それを劇的に表現しているのね。ねえ、他にも攻撃する瞬間に発生し、相手の急所を狙いやすくし、大ダメージを狙いますわ。逆に攻撃をジャストガードや回避した後にチャンスタイムとして発生することもあります。かなりの腕前と見ましたわ。なんでそんなに落ち着いてるんですか？結構大変なことなんじゃ。早まって落ちたならまだしも、自ら滝壺に飛び込んだならすぐ上がってこれるだろう。それでいつ上がってくるんだ？妖怪に追われていたし、誰もがお前らみたいに頑丈だと思わない方がいいんじゃないか。みんな助けるわよ。探すぞ。どこかに沈んでるはずだ。滝壺に潜るわ。私も一緒に行こう。泳ぎは得意なんだ。私は流されてないか見てきます。なんだろうこの人たちって。ホムラちゃんも息ぴったりだし悪い人たちではないんだけど。あ、私たちは鳩の国の忍者よ。手当てしてくれたことは感謝するよ。ありがとう。私は V の国の忍者ユーキ、バーチャ流のユーキ、そして V の国の姫アール姫の忍者。それで君たちは何でここに？あなたがユーキ？私は鳩の国の忍者ネプテューヌ。対外的にはパープルハートって言えばわかる？ああ、君たちが。見たことあると思ったんだ。鳩の国の最強の忍者女神4人もちろん知ってる。でもなんで6人もいるの？私はマーベ国のハニパ4人の一人アスカ。
マーベ国と鳩の国は臨時同盟中で、ホムラちゃんと任務で行動を共にしてるの。鳩の国とマーベ国が同盟？長年戦ってたはずだよね。スチームレギオンって知ってるか？そいつらが誰かれ構わず喧嘩売ってるからな。敵の敵は味方ってやつだな。今は V の国からスチームレギオンが攻めてきたって救援要請があって向かってるとこだ。やっぱりこんなことしてる場合じゃない。姫のところに戻らないと。お待ちなさい。一人では自分の国に戻れなかったのでしょ。何があったか話してくださるかしら。私たちも V の国に行くから状況を知りたいのよ。急いでるならさっさと話して、一緒に行った方が早いわよ。噂が本当なら君たち強いんだよね。それなら V の国を、姫を助けるのに協力してくれる？うん、もちろん。私たちはそのために来たんだから。約束する。忍びの名にかけて。分かったよ。私は V の国周辺の妖怪が増えたことと、ある抜け人を探すっていう2つの任務についてたんだ。その途中、少し前に姫から連絡があって、 V の国に何かがあったみたい。それがきっとスチームレギオンだから、急いで城に戻ろうとしたんだけど、妖怪が次から次に湧いて襲ってきてね。それで面倒になって滝に飛び込んだ。それは大変でしたわね。忍者が逃げきれないほどの妖怪、偶然でしょうか？妖怪が忍びを妨害なんてするか。逃げようとした忍びを追ってくるとも思えないんだが、なんか気になるな。それは妖怪たちが操られてるからだよ。間違いなくあいつのせい。いつも邪魔ばっかりして、また姫を狙ってる。姫はね、本当に可愛いんだ。妹みたいで、笑った顔、照れた顔も、拗ねた顔も、怒った顔も全部。そんな姫だから狙うやつがいる。私が守らないと。その気持ちわかります。優しくして、守って、甘えられて、それ以上に甘やかす、それこそが理想の姉妹ですわ。姫は簡単に甘えたりしないよ。気丈に振る舞ってるかと思えば、気がついたら疲れて眠っちゃったり。会ってみるとわかるよ、本当の姫の可愛さはね。なるほど、そうでしたか。ユキさん、これまで姫にお会いする機会もなく、ご挨拶したいと思っていましたわ。ぜひご紹介してください。どうしようかな。姫がいいならいいんだけど。でも鳩の国にも話せる人はいたんだね。いいよ、私から聞いてあげる。二人のテンションがおかしいわ。ベールも妹系の子にとりあえず手を出そうとするの、そろそろやめたら？私たちだって最近妹に会ってないのに。これも時代の流れなんだから。ベール、そろそろ諦めた方がいいわよ。これに関してはネプテューヌの言う通りね。アール姫ってあれでしょ、伝説の血筋とかって。失礼があったら同盟にひびが入るわよ。これは私の念願、使命のようなものです。その程度の障害で諦めるわけにはいきません。ベールは何と戦ってんのよ。あの、空気読めてないかもだけど、話が終わったならそろそろ行かない？ユキちゃんも元気になったみたいだし。そうだった、話は終わり。約束通り協力してもらうからね。来て。いただき。それそれ
後で使ってみようっと。もうすぐ V の国だ。みんなやるじゃん。会えたのはラッキーだったかも。私、V の国は初めてです。自然が多いんですよね。楽しみですわね。もうすぐ私の R 姫に会えますし。ちょっと待って、姫は私にしか心を開かないし、軽々しく話すことは許されないんだから。私たちの目的はスチームレギオンを倒して V の国を救うことだ。忘れてねえだろうな。ドゥルフフフ、峡谷を抜けてくるとは、さすがバーチャ流の勇気。その面下げて V の国に戻ってきたんだ。わざわざ別れの挨拶に来てやったというのに釣れないな。心配しなくても今すぐに出て行ってやるだの。R！ 勇気、国と R 姫のピンチに城を開けるとはバーチャ流忍者失格だの。それとも帰ろうとしたら妨害にでもあったぬの？ドゥルフフフフ。ち、ほんと、嫌なやつ。全部お前のせいだって分かってる。姫を返せ。なんてことを。R姫にだって選ぶ権利はありますわ。あなたよりもふさわしい相手がいるではありませんか。お前が妖怪を差し向けたのか。カグラを目指す者として妖怪に関わる者は狩らせてもらう。こんなのさっさと片付けてアール姫を救いましょ。どっかで見たことあるシチュエーションだが、気のせいか。しかし城の状況もヤバそうだな。わらわらと他国の忍者がおるようだの。残念だが城はもう手をくれ。スチームレギオンの機械忍者の前にすでに落ちただの。何ですって、さすがに早すぎるわ。今のわしは妖怪軍団の首領だ。スチームレギオンとわしが手を組めば、こんな田舎の忍者など相手にならなかっただの。手を組んだだとは、バカが。利用されるだけだってのに。当然だの。その代わりわしも利用するだの。おかげでアール姫と二人きりに。ルフフフフ。これから二人のハニムーンを過ごすので、さらばだの。
またこいつらか。意外と手強いから気をつけて。何もないところからいきなり、しかもたくさん出せるなんてずるいわね。でも私たちがいるから安心して。みんなやるわよ。妖怪を出して押し付けるだなんて、これはまるでトレイン迷惑行為に値しますわ。まあこれも一つの修行としてこなしましたが、まあ私たちの敵じゃないわね。それよりさっきの妖壺なんとかと姫は？ダメだ、さすがに見当たらねえな。ユキ、さっきのやつは何だったんだ？よく知ってんだろ。あいつは妖壺太夫、バーチャ流の抜けに国を追われ、私も追っている。またまんまと逃げられたけどね。妖壺太夫は異大陸の妖術を使い、アール姫を手に入れようと狙っていたんだ。本当にしつこいやつだ。あれは妖術なのか。妖怪を作れる術ってのは厄介だな。あれは持ってる壺と迷惑配信って術で、妖怪を出したり操ったりして作ってるわけじゃないはず。妖壺太夫はそれを使い、妖怪軍団の首領を名乗ってる。ずるいやつだよ。そしてしつこいんだろ。たく、ろくなやつじゃねえな、妖壺太夫。それでどうしよっか。妖壺太夫を探すのか、それともこのまま V の国に行く？
ヨウツボダユは姫に危害を加えたりはしない。でもだからこそ姫の身が危険だ。この辺をしらみつぶしに探す。探すって言うけど、その様子じゃ場所がわからないのよね。迷うとこだが、危害を加えないって言うならVの国、城の確認が先だろうな。Vの国が本当に落ちたのかどうか。敵はヨウツボダユだけじゃなく、スチームレギオンもだ。ええ、それがいいわね。もしまだ戦っている人や傷ついた人がいたら助ければいい。わかった。私も国の様子は気になるから、そっちが先でいい。案内する。ずいぶんやられちゃってる。くそ、今の街を見たら姫悲しむだろうな。ひどい、街が間に合わなかった。ごめんなさい、守れなくて。これは君たちのせいじゃない。だから気にしないで。この辺に敵はもういないみたい。でもこれじゃお城も。そんなのわからないわ。マーベ国だって城は守れたじゃない。城はこっち、行くよ。あれ、あまり荒らされてない。敵もいないし、ここには来なかったのかな。大名様。死んでる。ちょっと何言い出すのよ。ふざけてる場合じゃないでしょ。生きてるわよね。待って、それは誤解よ。私の経験上、この方が助かる可能性が高くて、むしろ泣いたり思い出を語り出す方が良くないわ。やっぱりふざけてるわよね。おお、本当に無事だな。そう言われると思い当たる節がある。これがコンパ流か。もしかしてホモラは影響を受けやすいのか。どうせ怪我とかしてないのを見ていったんだろう。よかった、大名様は無事だったんだ。何かあったらどんなに姫が悲しむか。ユキ、戻ったか。そちらの方々は鳩の国の女神4人、救援に来てくれたのか。はい、鳩の国の大名イストワールからの命を受け救援に参りました。ですが少々遅かったようで申し訳ありません。こちらこそ不甲斐ない。そちらの二人は確かマーベ国の。私はあのマーベ国のハニパ4人の一人、アスカです。鳩の国と同盟を結んだので行動を共にしています。アスカが言っていることは本当です。スチームレギオンに対抗するために鳩の国とマーベ国は同盟を結び、今は仲間です。大名様、スチームレギオンってのが来たんだよね。私が来た時にはいなかったけど。うむ、ここに来たのはスチームレギオンのマスターを名乗る者とそのマネージャー、そしてヨウツボダユだ。ってことはマーベ国の時と同じだな。その二人はヨウ・ゲイマとテツコ、また自ら乗り込んできたのか。確かにそう名乗っていたはずだが、わしはすぐにヨウツボダユの忍術で気絶させられて。そうじゃ、娘は、アールは無事か。姫はヨウツボダユに連れてかれた。私の目の前で。ごめんなさい。何？姫は伝説の。いや、今はそんなことはどうでもいい。ユウキ、新たな任務を言い渡す。
娘を取り戻せ。分かってる。姫を取り戻す。絶対に。女神四人よ、姫の救出に手を貸してもらえないか。そして勇気を一緒に連れて行ってほしい。必要ならイストワール様に信書を書こう。別にいらないわ。信書運ぶのって面倒だもん。イースンには適当に言っておくから。言い方は気になるけど、もともと同盟国なんだし、いいんじゃない？勇気はもう仲間でしょ。悪くないかもな。イストワールがスチームレギオンの情報を集めてるし、アール姫も一緒に探してもらおうぜ。勇気もそれで良いな。本当は国を挙げて捜索したいが、我が国はこんな有様だ。うん、分かった。本当は一人でも行きたいけど、この人たちは強い。姫のことを考えれば当然だ。それでは決まりですわね。一緒に行きましょう。必ずや大名様の願いを叶え、私たちみんなのアール姫を助け出しましょう。言っておくけど、アールは私の姫だからね。でも仲間か。私は一人で守れるって思ってた。でも結果は見ての通り。君たちの力を私に、姫のために貸してほしい。レイ、こちらこそよろしく。みんなちょっと変わって個性的だけど悪い人はいないわ。仲良くしましょう。で、一番変わってるのはネプチューノでしょ。仲間は嬉しいけど、あまり多いと私がまた地味に思われるかも。ここは一つ個性的ってのをアピールしないと。アスカさんは何を悩んでいるのですか？心配しなくても、アスカさんは本当にまっすぐで素直で明るくて、アスカさんらしさをたくさんお持ちですよ。え、私ってそんな風に見えてたの？って、あれ、ユミちゃん？なんでここに？別任務だって言ってたのに。私たちの任務はスチームレギオンの目的の調査だが、それは分かった。今はお前たちに合流し、それを伝えること。分かったのか。何だったんだ、奴らの目的ってのは。慌てるな。まずは経緯からだ。スチームレギオンが攻めた国を見て回った。正確に言うなら、攻められた後。そうすることでスチームレギオンの狙いが分かるかもしれないと私たちは考えたんです。ああ、この国の恐れか。それを確認してから続きを話そう。V の国の大名様、この城にもある天守閣の部屋に立ち入りの許可をいただけませんか？天守閣、つまりシェアクリスタルか。分かった、許可しよう。シェアクリスタル。やはりここもか。決まりだな。このシェアクリスタル全然光ってないね。あいつらがやったんだ。間違いありません。このシェアクリスタルもシェアエネルギーを失っています。このシェアクリスタルも、ということはやっぱり他の国も。はい、スチームレギオンに落とされた国は全ての国でシェアクリスタルの輝きは失われ、シェアエネルギーが空になっていました。当然私たちのマーベ国もな。でもシェアクリスタルは問題ないって言ってなかったっけ？スチームレギオン、最強の流派を決めるだけなら
こんなことする必要ないのに。力の誇示ですかしらね。あるいは挑発なのか。なんだか気になるわね。シェアクリスタルは無事だったのよね。うん、ユミちゃんとミヤビちゃんは壊されてなかったって言ってた。ええ、無事だと思っていました。壊されてはいませんでしたから。輝きを失っていたのも、国が攻められ皆が不安になった一時的なものと考えていました。ふーん、シェアエネルギーね。そんなの集めてどうするんだろう。君たちはずっと奪い合ってたんでしょ。私たちはエネルギーを奪い合ってたわけじゃないわよ。シェアエネルギーって進化、臣民の忠義がエネルギー化したもの。シェアクリスタルがそのエネルギーを集積してエネルギーが多いほど輝いてるのよ。その力で国の運営を安定させているんだけど。シェアエネルギーは何でもできる万能な力ってわけじゃねえ。むしろ扱いにくい。国の象徴的な意味合いが強いんだ。シェアクリスタルが輝いてるほど国のみんなが安心して暮らせてるってことだな。姫は国民のことをいつも気にかけてて優しい。シェアクリスタルがこんなに暗いと姫は悲しむかな。そんなの嫌だな。マーベ国や他の国は輝きが戻っていなかったが、再び輝きを取り戻すまでどれだけかかるやら。シェアエネルギーってそんなに簡単に奪えたのね。それなら奪った方がお得だもん。時々鋭いことを言いますわね。少なくとも私たちにはできません。これはスチームレギオンだけの技術なのでしょう。うちの国もだ。だから私たちの任務はシェアクリスタルの破壊だったのか。破壊って言っても簡単にできるものじゃないわ。安定した国のクリスタルってすごく硬いのよ。そうだな。でかいし重いから盗むのも難しい。まだ破壊する、傷をつける方が楽だ。盗むのはやっぱり難しいんだね。硬くて大きくて重いクリスタル、いつか絶対に破壊してみせます。って、あれ、私たちの任務ってかなり難しいこと？攻め込むことに意味がありますわ。修練を重ねた末に出したハイスコアに傷がついたら落ち込みますわよね。そういうことですわ。もう分かりづらいわよ。まあ全面戦争を避けた結果だから意味はあるわね。もしも普通に争ったら両国とも滅びるかも。国を落としていないのに引いた理由は納得した。だがまた分からないことができちまったな。スチームレギオンの目的はシェアエネルギーを奪うで間違いありません。そして分からないのがこの後に何をするかです。私たちにできないことができる、つまりこちらの予想ができない。だからお前たちのところに来たわけだ。私たちも皆さんと行動を共にし、戦力を集め有事に備えます。ハニカ4人の家もこれより同行しますね。同じくミヤベだ。これでハニパ流も揃ったし、アスカとホムラだけではカトミが狭かっただろう。バカ言うな。私一人でもハニパ流の力を見せられた。しかし4人全員が揃っていれば怖いものなしだな。私たちは平気だったから。むしろ私もホムラちゃんも妙に馴染んじゃってたかも。心配は無用でしたね。アスカさんとホムラさんなら必ずやり遂げられると信じていましたが、安心しました。ありがとうユミちゃん、なんとか乗り越えてきたよ。なんだか賑やかになったわね。それじゃあ戻りましょうか。みんなに鳩の国を案内するわ。戻ってもそんな暇ないわよ。
イストワールに報告すべきこともできたし、あっちで何か分かったことがないか聞かないとね。私たちの今回のミッションは失敗かしら。ミッションは必ずクリアしたかったのですが、仕方ありませんわね。そういえばそうね、イースンに小言言われそう。やっぱりもうちょっとゆっくりしていかない？何か手伝えることがあるかもしれないわ。そうだったとしてもネプテューヌは手伝わないだろう。戻るぞ。君たち不思議だね。仲間同士ですぐ言い合って喧嘩して。そっか、これが仲間なんだ。徹子様、こちらにおられたか。聞いてください。何でしょう、豪商アフィモージャス。この私が仕掛けたスチームレギオンの宣伝活動は上々でございます。定食相談の申し込みが止まりません。そこに広告を出すだけで軍資金も集まり一石二鳥。笑いが止まりませんな。ありがとうございます。ようには私からも伝えておきますので、引き続きお願いしますね。はあ、それではよう様によろしくお伝えください。私の功績であるとのことを忘れずに。どうした、鉄子、疲れた顔を見せるとは珍しい。ちょっと暑苦しいのは苦手で。あ、いえ、何でもありません。それより例のあれだが、もうじき十分な量になりそうだ。そう、計画は順調ですか。膨大な視野エネルギーを持っている良い国々ですね。ですが、私たちは進まなければいけません。予定通り始めましょう。ああ、始めよう。ミーたちの罪。いえ、これは続きです。V の国は間に合いませんでしたか。